斉藤光輝が圧巻パフォ、2ゴール主役上でメディアも絶賛。斉藤光輝が2ゴールを決める活躍で、スパルタロッテルダムを暫定首位に浮上させた。敵地でのヘイレンフェイン戦に先発した斉藤は、前半34分に放ったシュートがこぼれ球となったところを味方が押し込んで先制点を演出。そして後半に入ると、8分に相手ゴールキーパーのファンブルに素早く反応して今季初ゴールをゲット。さらに同17分にはエリア手前から右足で強烈なグラウンダーシュートを蹴り込み、1試合にゴールを決めた。オランダメディアも斉藤のパフォーマンスを絶賛。オランダ AD は、少なくともあと1年はスパルタでプレイできることは、クラブにとって嬉しいこと。移籍最終週に放出の恐れもない。斉藤のおかげでスパルタを競争のリーダーと呼ぶことができると称えた。中華、すげえな。マジで好調やな。チームの王様確定演出やん。オランダ代表からゴールか。A 代表も五輪も期待。この調子でこれからも頼む。オランダで結果出して4大へ羽ばたく。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。